腸活ダイエットの専門家佐藤澄香です。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報を毎日お届けしています。ダイエットに興味があるあなたはぜひチャンネル登録をしていただきましてお役立てくださいね。さて今回のテーマは痩せるリンゴ酢納豆についてお伝えしていきます。リンゴ酢と聞いていかがですか？まあ、よくねリンゴ酢といえば、まあ、ドリンクということで飲むことはあってもこう食べるってなかなかない方も多いかもしれませんね。今回はそんな痩せるリンゴ酢と痩せる納豆を組み合わせた最強のダイエットの食材ですね、レシピをお伝えしていきたいと思います。今回この動画の項目は3つに分かれてお伝えします。1つ目はなぜこのリンゴ酢納豆で痩せることができるのか、その痩せるポイントです。2つ目はでは一体その痩せる食材が持つダイエット効果はどんな効果があるのかということ、そして最後はどのようにということでリンゴ酢を使った納豆の美味しいレシピをあなたにご紹介して終わりたいと思います。それでは早速1つ目の項目からいきましょうね。なぜということで今回このリンゴ酢納豆を痩せるポイントがあります。それはこちらです。4つあります。まず1つ目です。このレシピはあなたの腸内環境を整えてくれるからなんですね。もうどうしてもダイエットになかなか成功しない、結果が出ない、もう私の何が悪いのとね悩んでる方がいらっしゃるとしたら、それはあなたがお悪いのではなくてあなたの腸内環境がお悪いだけなんですよ。あなたの腸内環境、まあ、要は腸内細菌のバランスがお悪いと太る体質へとなってしまうわけなんですが、そこをしっかりとこのレシピを取ることで腸内の細菌のバランスが整って結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌ですよね、たちをまずは増やして元気にしていつまでもあなたの腸で住み着いてくれるための環境をあなたご自身が作ることができるからなんです。では2つ目です。血糖値の急上昇を抑える効果があります。もうこれはもうまず痩せるためにはポイントになりますよね。なぜかというと、もうとにかく食事をすれば誰しも血糖値が上がります。でその血糖値が急上昇するから太るんですよね。逆にこの急上昇を抑えることができさえすればあなたは脂肪をため込むことが抑えることができるということ、その効果がある食材がこちらのレシピなんです。では3つ目です。脂肪燃焼効果が高いです。これもね、もうどんどん燃やしてほしいですよね。もう今までいろんなことがあって、まあ、ストレスでもしかしたらあなたは食べ過ぎてしまったかもしれませんし、いろんなご病気があってうまく運動ができなくて太ったとかいろいろあると思うんですよね。その時にやっぱり溜め込んだ脂肪をいかにこれ以上まずは溜め込まないかっていうことが大事なのと、食事をとった時にもそういった脂肪をどんどん燃やしてくれる効果があるとダイエットが加速しますよね。では最後4つ目です。女性ホルモンバランスを整えてくれるからです。で今回は納豆を使いますから、これは大豆製品ですよね。この大豆製品が女性ホルモンと似た働きをしてくれる食材になります。また後ほど項目2で詳しくお伝えしていきますね。ではここから2つ目の項目です。何をということで、今回この痩せるリンゴ酢納豆を作るための材料、それぞれが持つ痩せる効果について詳しくお伝えしていきますね。よくあるご質問なんですけども、先生ってリンゴ酢じゃなくて例えば黒酢であったりとか玄米酢とかね、他のお酢じゃダメなんですかっていう質問もねよくいただくんですよね。で私は何てお答えしてるかと言いますと、大丈夫ですよって、あのお酢自体はですね、まあ、どのお酢もダイエット効果はありますが、ダイエット目的ということであればやっぱりリンゴ酢が一番一押しのお酢になります。その理由です。リンゴ酢はですね、まあ、他のお酢もそうですけれども脂肪燃焼効果、まあ、脂肪燃焼を促進してくれるから、そしてその結果代謝が上がってあなたは脂肪をつきにくくすることができるからなんですね。でまた血糖値の急上昇を抑えてくれます。この効果は先ほど項目1でもお伝えしましたね。そして先ほどダイエットに一押しなのはリンゴ酢ですよっていうその理由はこちら、酢酸がポイントになってくるんですね。数多くあるお酢の中でもリンゴ酢が一番この酢酸の働きが強いお酢なんですね。そのことであなたは腸内環境を整えることができるんですよ。なぜかというと腸の動きがとってもこの酢酸のおかげで、まあ、良くなるからなんです。
ですから腸内細菌たちがこのリンゴ酢が入ってくるとわーって嬉しい、なんか働きやすいよねっていうことで、まあ、元気いっぱいになってくれるということですよね。そして満腹感も得やすいです。暴走してしまうその食欲ですよね。例えば生理前とかいかがですか。もうなんかねダメだダメだって分かってるけども、もうとにかく食べないと気が済まないとかないですか。そんな時にやはりこのリンゴ酢の力を借りて、あなたのその暴走してしまう食欲を抑えてもらいましょうねっていうことです。そしてカリウムも豊富ですから、あなたのむくみもね改善してくれますよ。よくね、あのなんで私この下半身だけねこんなパンパンでむくむのかな、嫌だなって、もうズボンが入りません先生とかねご相談受けるんですね。その場合はあなたはその脂肪で太くなっているのではなくて、まあ、水分代謝ですよね。それは脂肪ではなくて水分という可能性がありますよ。その時にしっかりと水分、余計な水分を体外に排出する効果があるこのカリウムが豊富なリンゴ酢を取れば、キュッと下半身もむくみが取れてスッキリされると思います。はい、ここから痩せるリンゴ酢ワンポイントレッスンですね。先生ってリンゴ酢っていっぱいありますよねって、どのリンゴ酢がいいんですかっていう質問もねよく受けるんですよね。なので私はこう答えています。痩せるリンゴ酢の選ぶポイントは、まずリンゴ酢を手に取りましたら裏の原材料名をチェックしましょうね。そこにリンゴ果汁 100% だけ書いてあるのを選びましょう。中によくあるのはですね、まあ、シンプルなんですけれども、アルコールが入っていたりとかね、ちょっとこう点まあ、余計な、まあ、添加されているものがあるわけですよね。もっとひどいのは、まあ、人工甘味料とか香料とか、あのブドウ果糖液糖とか、そういったこう甘みですよねを入れているものも良くないです。プラスこのリンゴ果汁であっても有機とか JAS マークの有機栽培、オーガニック栽培のリンゴ酢がさらにベストですし、あのろ過していないこう濁ったリンゴ酢なんかもすごくね、あのマザーというね、あの成分が残ったままのリンゴ酢もすごくお体にも良いので、痩せたいプラス健康志向が お高い方はですね、そういったマザーが入っているリンゴ酢もおすすめです。よくまあアメリカ産とかイタリア産とかネットでも見かけますので、ご自分に合ったリンゴ酢を選んでください。そしてもう必ず無添加であること、香料、着色料、保存料などが入ってないリンゴ果汁 100% のみでできているリンゴ酢を選ぶとベストです。ではここから次の材料、納豆の痩せ効果についてお伝えしていきますね。もう納豆はもうご存知の通り大豆食品ですよね。もう大豆食品ってもうどれも素晴らしいダイエット効果があるんですが、なぜさらに納豆が良いのかと言いますと、納豆は発酵食品だからなんですね。豆が発酵している、これだけであなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌をですね一番多く含むのが発酵食品なんです。なのでただの大豆よりも発酵している大豆の方がいいわけですね。ただのお野菜よりも発酵したぬか漬けがいいっていうのはそこに理由があるんです。で2つ目です。そのことで腸内環境が整います。でまた嬉しいのが3つ目、納豆菌が熱や胃酸に強いんですね。例えばヨーグルトなどの乳酸菌なんかは胃酸や熱に弱いので、例えば食前食べてしまうと生きて腸まで届いてくれないんですけれども、まあ、そういったその弱い菌は食後がいいと思います。召し上がるそのタイミングがですね。ただ納豆はもう別にいつ食べても生きたまま腸に届いてくれるものなんですよね。もう本当にもうねフルマラソンで言うともう最後のゴールまで行ってくれる菌ということですよね。途中でリタイアとか棄権しました、もう走れませんとか怪我しましたとかはないということです。なので納豆菌のこの力ですよね、しっかりと生きたまま腸に届いてくれて、結果痩せ菌たちが元気になる餌となって動いてくれますよってことです。そして納豆のダイエット効果4つ目は脂肪燃焼効果があります。大豆タンパクが豊富に含まれていますから脂肪をどんどん燃やしてくれる効果があります。で結果5つ目、脂肪の蓄積も抑える効果があります。そして私たち女性にとって嬉しいのがこの6つ目、女性ホルモンのバランスなんですよね。いかがですか、まあ、私もそうですけれども、あのもうすぐねアラフィフなんですが、やっぱり年齢とともにこの女性ホルモンの分泌がもうどん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 もう急降下ですよね。もうほとんど出てないみたいなね状態に誰しもなっていくわけです。その代わり
この女性ホルモン、主にエストロゲンというこの成分と似た働きをするのはこの大豆に含まれるイソフラボンですよね。それを取ることで女性ホルモンがもともと頑張ってくれている働きってあるんですよ。例えば脂肪燃焼効果であったり、悪玉コレステロールを下げてくれたり、脂肪の蓄積を抑えてくれたりって、こういういいね働きが年齢とともに失っていくわけですから、そこをしっかりとこの納豆を取ることで補ってあげましょうねということです。そして7番目、血糖値の急上昇も抑えてくれますよ。これも大事ですね。血糖値の急上昇している間に脂肪を溜め込むわけですから、そこをしっかりと抑えてもらうことで脂肪の蓄積を抑えることができます。そして最後8番目、食欲を抑える効果もあります。このタンパク質をしっかり摂ることで、あなたの暴走してしまう食欲をギュッとね抑えてくれる効果も大豆納豆にはありますから、ぜひしっかりと納豆を1日1パック召し上がっていただくっていうのがベストです。はい、そして最後の材料の痩せ効果になります。塩麹を使います。この塩麹というのはお塩と米麹で作ったその発酵調味料になるんですよね。すごく美味しくて、もう個人的に大好きで、もう毎日美味しくいただいてるんですけれども、今回この塩麹も味付けで使っていきたいと思ってご準備しました。そしてこの塩麹はもうとにかく酵素です。酵素を多く含む調味料ですからおすすめなんですよね。私たちは生まれ持って体内に酵素、体内酵素を持ってるんですけれども、これまたですね、この酵素も年齢とともに減少していって量に限りがあるわけですよね。そこを使い果たしてしまうと食べたものを代謝する力が減りますから太るわけです。そこでしっかりとこういった酵素を含む食品を召し上がることで、その体内酵素だけで補えないものをしっかりと外からサポートしてもらいましょうねということ。そして最後、オリゴ糖を作る材料にもなります。で、このオリゴ糖は痩せ菌たち、善玉菌の環境を整えるためにとっても大切なものですから、そういったものもこの調味料で取れてしまいます。では3つ目の項目です。どのようにということで、今回あなたにご準備したのはリンゴ酢納豆になります。で、こちら材料1人分です。納豆、できれば遺伝子組み換えではなくて国産の大豆を使った良い納豆パックを選んでくださいね、を1つ。そしてリンゴ酢は先ほどお伝えしました良いものでしたよね。純リンゴ酢を大さじ1杯。そしてここの塩麹はお好みでいいです。この塩麹がない方はこの納豆とリンゴ酢だけでも十分痩せ効果はあるんですけれども、私が今ハマっていますレシピはですね、ここにプラスちょっと塩麹を大さじ2分の1程度入れますと本当にね美味しいんですよね。もうそのままでも美味しいですし、もちろん私は普段玄米しか食べないので、玄米ご飯とか雑穀米にかけてね、美味しく朝食によく食べることがあります。ではここから具体的な作り方と、この後実演の動画もご準備しておりますので、ぜひご覧くださいね。まず作り方です。1、納豆パックにリンゴ酢と塩麹を入れてよく混ぜましょう。で、このリンゴ酢が入ることで納豆の臭みが取れますから、もしあなたが、もう先生私実はちょっと納豆苦手なんですっていう方も、もしかしたら納豆デビューできるかもしれませんよ。臭みが取れてとってもねまろやかになって食べやすくなりますから、あんまり泡立てますとこうブクブクと本当結構ね泡立つんですよ、お酢が入りますから。なのでサラサラツルツルと召し上がりたい方はそこまで混ぜない方がいいと思います。そして注意です。タレは使わない。これ何かと言いますと、納豆によくタレがついてますよね。あのタレは食べないでください。なぜかというと、もうほとんどのタレが添加物がたっぷり含まれていますから、逆にそういったものを使ってしまうと太ります。ですからそのタレの代わりに今回リンゴ酢と塩麹を使うわけです。そして最後です。1日1パックで十分痩せ効果を得ることができます。どんなにいいものも食べ過ぎてしまっては NG ですよね。ですから1日1パック召し上がってもらうともう十分になります。そして食べるポイント、タイミングなんですけれども、やはりこのリンゴ酢納豆を召し上がることで食べた時に出るその血糖値の急上昇を抑えることができますから、できればお食事が始まったら最初の方にそのリンゴ酢納豆を召し上がっていただきますと、その後取る食事の血糖値が抑えやすくなりますからベストということになります。はい、それでは今から実演の動画ご覧ください。どうぞ。
さあいかがだったでしょうか。今回は痩せ効果の高いリンゴ酢と納豆を組み合わせたリンゴ酢納豆のレシピをあなたにお伝えしました。日々のダイエットにお役立てくださいね。また最後に詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを今無料で差し上げておりますので、必要な方はぜひご登録後お役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。